BJ リーグプレイオフは BJ リーグの優勝決定トーナメントで大会正式名称はタキッシュエアラインズプレゼンツ BJ リーグ20シーズンプレイオフファイナルズである BJ リーグにおいてはプレイオフが正式な故障である BJ リーグはレギュラーシーズンとプレイオフによって順位を決定する両カンハレンスにおいても解散チームにならなければ 優勝のチャンスがある。ルールについては2015から16シーズンウェスタンのルールを参照されたい。内はレギュラーシーズン順位ガオラでは当初より全試合中継を行っており、2005から06グランドファイナルは生中継を決行した。BS 富士では2006の07の3位決定戦及びグランドファイナルを生中継し、2007から08は全4試合制中継。 2006から07は、富士テレビでも5月3日に、ダイジェスト版が放送される。2008から09はガオラ BS 富士とも生中継。ファイナルは、富士テレビでも同日深夜録画されるほか、沖縄のファイナル進出に伴い、沖縄テレビ放送でも同時間イネットが決まった。浜松線もテレビ静岡で中継。2009から10も生中継。 2011から12は BES 富士での衛星放送独占中継となり3位決定戦を録画、それ以外を生中継した。また2006から07よりバスケットボールジャパン TV でも全試合制中継し後日 VOD 配信する。ありがとうございます。